ていただきます。共和海面科学の塩浦と申します。よろしくお願いいたします。今日はですね、横型引っ張り試験機による粘着層、機能性薄膜の密着性評価手法ということでですね、お話しさせていただくんですけども、内容的にはですね、当社の引っ張り試験機の VPA シリーズのご紹介ということになります。で、この VPA シリーズですね、すでにですね、この表題でですね、自由自在な剥離角度、経過時高速剥離、剥離観察ということでですね、これ全部ですね、この装置の特徴が書かれております。で、今日ですね、ここで、このウェビナー視聴されている皆様はですね、おそらくほとんどの方、引っ張り試験機ご使用になられているかなとは思うんですけども、市場でですね、使用されている引っ張り試験機のそのほとんどがですね、いわゆる万能試験機というですね、二本柱の、ものじゃないかなというふうに思うんですね。で、こちらの装置はですね、強い力を引っ張るにはですね、重心がですね、真ん中にあるということもあって、非常に理想的な装置なんですね。で、それに対してですね、当社は、横型の引っ張り試験機ということでですね、引っ張り試験機の中で横型っていうのは、非常に珍しい部類に入るかなと思います。で、ただですね、当社がターゲットにしているのは、ここにもありますように、経過時ですね、どちらかというと弱い力を引っ張ることを、ターゲットにしているということなんですけども、そういう意味ではですね、横型の引っ張り試験機でも、十分測定できるんですね。で、むしろですね、横型の方が弱い力を引っ張るには多分向いてるだろうなと思うんですけども、それはなぜかと言いますと、まずですね、横型の場合は重力の影響を受けないというところが大きな特徴になります。例えばですね、縦型引っ張り試験機で、資料をつかむときにですね、チャックを使って、資料を固定するわけですけども、そのチャックの重量がですね、そのロードセルに影響を及ぼすわけですけども、横型の場合はそのロードセルの、質量の影響を受けないと。つまり、ロードセルのですね、非常に、容量が小さい場合でも、そのスケールをですね、フルに活用できるということなんですね。あとは、横型ということで、重力の影響を受けないので、非常にですね、高速の、剥離に向いているということなんですね。はい、それではですね、VPA シリーズの、ご紹介の前にですね、従来、皆様が、やられている引っ張り試験機、引っ張り試験、剥離試験の方法がですね、どういうものかということを、ちょっとおそらいの意味でですね、確認させていただきたいと思います。おそらくですね、皆さん、JIS の Z0237 という規格に沿ってですね、剥離試験をされていると思うんですけれども、こちらではですね、180度引き剥がし粘着力、つまり180度剥離ですね。それと90度引き剥がし粘着力、これは90度剥離。このどちらかで、やられているかと思います。で、引っ張り速度、剥離速度は、300ミリパーミリットで、規定されているわけなんですね。で、まずこの90度剥離なんですけども、90度剥離は、こういったですね、補助器具を使うことによって、測定可能なんですけども、ただこの補助器具のですね、その動き、動作が非常に不安定なために、あまり、精度よく測定できないということもあってですね、90度剥離に関しては、日常的な測定方法としてはですね、必ずしも定着していないのではないかなというふうに思います。そういう意味ではですね、剥離試験といえば、ほとんどの場合が180度剥離で、やられているのではないかなというふうに思います。このですね、簡単に行える180度剥離なんですけども、ただですね、180度剥離もですね、いくつか注意すべき点がありましてですね、これですね、180度剥離と90度剥離の、様子をイラストとしたものなんですけども、例えばですね、引っ張り速度と剥離速度というところに着目していただきたいんですけども、このイラストを見たときにですね、180度剥離で試験するときに、A 点から B 点まで引っ張ったとします。そうしますと、引っ張る距離は A から B ですので、L になると。ところが、剥離距離ですね。剥離距離につきましては、2分の L ということで、引っ張り距離の半分になるということですね。つまりですね、180度剥離では、
剥離速度は引っ張り速度の2分の1になるということなんですね。それに対しまして、90度剥離ですけども、90度剥離は、同様にですね、A 点から B 点まで引っ張ったときに、引っ張り距離がですね、L になるわけなんですけども、剥離距離も L ということで、90度剥離の場合は、剥離速度イコール引っ張り速度になるということなんですね。それからするとですね、実数では180度剥離、90度剥離、2つの方法が規定されているわけですけども、180度剥離の場合は引っ張り速度の半分になるということなんで、必ずしもですね、必ずしもと言いますが、180度剥離と90度剥離というのはですね、単純には剥離強度を比較できないということなんですね。というのはですね、粘着材料というのは、大抵の場合、粘弾性強度を持ちますので、剥離速度が速くなれば、剥離強度が強くなるというケースが結構多いです。それからしますと、180度剥離は90度剥離の剥離速度が半分ですので、当然これ比較すると、180度剥離の場合は、剥離強度が落ちるということになります。別の表現するとですね、例えばお客様が、実使用環境をですね、の条件を再現して180度剥離で測定したいという場合はですね、180度剥離で行う場合は、その速度の2倍で試験しなければならないということになるわけですね。あともう一つですね、注意すべき点としまして、粘着強度に対する材料強度の影響ということで、これ、両方とも90度剥離の、状態を表したイラストなんですけども、これ両者比較してみて、どこが違うかと言いますと、この左の方ですね、割と綺麗に、90度に折り曲がっておりますけども、右の方はですね、この剥離面の近傍ではですね、曲率を帯びた形で、折れ曲がっているということですね。つまりですね、C 体の剛性が強くて粘着強度が小さい場合っていうのはですね、例えばこれ簡単に曲げただけでペロンと剥がれてしまうということなんですね。ということで、90度剥離でもですね、そういう状況なわけですから、例えば180度剥離でですね、例えば厚みが非常に厚い、資料、しかも粘着力が弱いというような場合ですね、もう180度で折り曲げた状態ではすぐに剥がれてしまってですね、測定ができないといったような状況が発生するわけですね。それからするとですね、180度剥離で軽剥離の資料の剥離試験をするということは至難の業に近いということが言えるかなと思います。次にですね、もう一つの実数なんですけども、計6854、これは接着剤の剥離強さの試験方法なんですけれども、こちらでもですね、90度剥離、180度剥離は規定されております。で、さらにですね、もう一つの T 型剥離に関しても、こちらでは規定されているわけですけれども、T 型剥離もですね、剥離試験の中では180度剥離と同じぐらいですね、広く使用されている方法ではないかなというふうに思います。で、この T 型剥離なんですけれども、この T 型剥離の測定方法、やり方としてはですね、例えば A、B、2つの資料を貼り合わせてですね、で、それをですね、どちらかを固定して、どちらかを引っ張って、この両者を引き裂くというような、そういう測定をやるわけなんですけども、で、通常ですね、この貼り合わせる資料 A、B というのは、基本的にはですね、材質が異なるケースが多いかなと思います。そういった場合ですね、例えばどちらかが、厚みが大きい、あるいはその材料強度が強いということになりますと、必ずですね、材料強度が良い方、あるいは厚みの、薄い方に、傾いていくんですね。で、仮に A と B の材質が同じであった場合でもですね、このようにですね、界面剥離をしてしまいますと、界面剥離した方に、傾いてしまうと。あるいは凝集剥離してもですね、凝集したその界面で、その乗り残りの少ない方に傾いてしまう
というようなケースが発生してしまいます。そうなるとですね、結局は T 型剥離も180度剥離と同様に剥離速度は引っ張り速度の半分になるということなんですね。まあ、以上のですね、日本国内においては JIS に規定された測定方法を使用していることが圧倒的に多いかなと思うわけなんですけれども、あと装置がないということもあってですね、実際はお客様の中では JIS 使用、使用のですね、JIS 使用環境と同じ条件で、同じ剥離角度ですね、同じ剥離速度で測定したいと思われていても、測定できないというケースが多かったんじゃないかなというふうに思います。で、一方ですね、海外に目を転じてみますとですね、これはですね、1960年ですね、アメリカのですね、これ表面重力解析で、理論で有名ですね、ケーレブが、発表した論文の、抜粋なんですけども、剥離強度の材料力学に基づく理論と、計算式について、発表しております。で、この右はですね、これは、剥離強度依存性、横軸が、剥離角度ですね、剥離角度依存性ですね、横軸が剥離角度で、縦軸が剥離強度なんですけども、剥離強度とですね、剥離角度 にはですね、理論があるということなんですね。で、これを見ますと、剥離角度が、浅い方が、剥離強度が強い傾向があります。すると、剥離角度がですね、120度から150度近辺で、最初にあって、また180度に行くにつれて、剥離角度が高くなっているというようなことが見えるわけですけども、剥離角度が浅いと、剥離強度が強くなるというのは、これはですね、粘着層の先端方向に、浅くなるにつれて引っ張られるということが影響しているわけですね。で、180度剥離になって、また、剥離強度が強くなるというのは、これは、より強く折り曲げることで、支持体の強度の影響によるものというふうに、言われております。まあ、このようにですね、アメリカではですね、もうかなり昔からですね、多角度剥離、任意の、剥離角度において、剥離強度を測りたいというような、まあ、ニーズが、まあ、存在したわけなんですけども、それに対してですね、装置としては、まあ、どういうものがあったのかということなんですけども、これはですね、アメリカのケムインスメン社の、発売した装置なんですけども、こちらはですね、任意の剥離角度で、補助ジグを使うことなく剥離試験ができるという、まあ、装置になります。簡単にですね、こちらの機構について説明いたしますと、このですね、補助線というのがありますけども、これは実際には存在しない線なんですけども、まあ、説明のためにですね、便宜上、ここに、載せております。まずですね、この補助線に対してですね、力検出器、ロード線ですね、それと、ステージを角度 α に傾けます。そうしますと、この、剥離角度 θ をですね、180度マイナス 2α、という式が、成り立つわけなんですね。で、この状態でですね、このステージを補助線の方向に向けて、まっすぐに引っ張ります。そうしますと、このステージのですね、位置、ステージのポジション1がですね、引っ張ることによって、ステージの2に移動するわけですけれども、この時のステージ1とステージ2の、まあ、関係というのは、平行になりますので、この剥離ポイント A の角度 θ、それと剥離ポイント B の角度 θ は同位角となって、まあ、等しくなるんですね。つまり、この状態でですね、まあ、補助線の方向にまっすぐ引っ張りますと、角度 θ が維持されたまま、剥離試験ができるということになるわけなんですね。ただしですね、まあ、見ていただきたいのは、剥離点が A から A' に移動した時の距離、それと剥離点が A から B に移動した距離を見ていただきますと、引っ張り距離 AA' に対して剥離距離 AB は等しくないですね。
つまりですね、剥離角度依存性を測定しようとするとですね、これは剥離速度を求める式になるわけですけども、いちいちこの式に当てはめることによってですね、引っ張り速度を調整しながら剥離速度を合わせなければならないということになるわけなんですね。すると、剥離角度を浅くしていく場合っていうのは、この力検出器をですね、どんどん上に持っていかなければならないんですけども、実際ですね、この装置の仕様としましては、90度以上ということになっているようです。なので、機構的にはですね、任意の剥離角度で測定はできるんですけども、実際は90度から180度、ごめんなさい、180度までも測れなかったような気がしますね。90度、限定されるということですね。剥離角度限定されるということですね。それに対してですね、これは当社の、剥離試験機、引っ張り試験機 VPA シリーズの、機構になるわけですけども、当社ではですね、これを平板クロスステージ法というふうに呼んでおります。まずですね、スライドステージですね。これをですね、引っ張り方向 A に対して、今度ですね、剥離方向ですね、B の方向に向けて角度 C を保ちながら、ステージの位置を設定するということですね。で、その状態でですね、回転テーブルを A の方向に引っ張りますと、平歯車1、駆動歯車1、駆動歯車2、平歯車2のですね、4つの歯車がこれは同期します。それによって、引っ張り方向と、あとこちらの B のスライド方向ですね、これが、等距離移動することによって角度 C が保たれたまま、引っ張り試験ができるということなんですね。ですので、角度 C を保ったまま、引っ張り距離イコール、剥離、引っ張り速度イコール剥離、速度になるということが成り立つわけなんですね。このようにですね、自由自在に、剥離角度を変えることができます。で、こちらがですね、実際に、任意の、角度で剥離試験をしているときの、動画なんですけども、30度、60度、120度、180度ですね、の剥離試験でもですね、このように角度を保ったまま、測定できている様子が分かるかなと思います。次にですね、剥離速度に関してもですね、ちょっとご覧いただきたいんですけども、ちょっと暗くなりました。このようにですね、1分間に3万ミリですね、卓上のですね、引っ張り試験にしてはですね、非常に、速い速度で、剥離試験ができるということですね。で、こちらは、1分間に600ミリなんですけども、実のですね、300ミリの2倍ですね。実の、300ミリの2倍としてもですね、こちらの3万ミリに比べれば、非常に遅いのがわかるかなと思います。ここからですね、VP シリーズの特徴に関してお話しさせていただきたいんですけども、このグラフですね、これは各種高分子、材料のですね、剥離強度の依存性を見たものなんですけども、各種、樹脂に対してポリエステル粘着テープで、剥離試験を行っていると。で、それぞれですね、仕様について角度を変えながら剥離強度を見たということなんですけども、これご覧になられて、もうパッと分かると思うんですけども、先ほどのですね、アメリカの論文ともうほとんど同じような、グラフが得られています。PVC とかですね、あとポリイミデルですとか、極性の高い、樹脂に関しては、剥離強度が強くて、あと、テフロンですね、離型数のあるようなものですと、剥離強度は、低いというような、こういった順番をですね、保ちながら、剥離強度依存性が、見られるというのが、わかるかなと思います。次はですね、低剥離領域でですね、剥離角度と、速度の依存性ということなんですけども、これはですね、離型子からラグ粒子を剥がしたときの、剥離強度を測ったものです。
で、横軸が剥離速度、縦軸が剥離強度なんですけども、まずですね、ある一定の剥離速度において、剥離角度を30度から90度まで、15度刻みで振らしたときに、どういうふうになるかということをやってみたわけなんですけども、剥離速度がですね、遅い場合ですね、例えば JIS で規定するような300ミリあたりですと、このようにですね、ほとんど差が、角度の差が見られないといった状況なんですけども、それに対して剥離速度をどんどん上げていきますとですね、このように、その剥離角度間の差が大きくされていくということですけども、先ほどですね、粘着材料は粘弾性強度を持ちますので、速度によって剥離力が変わるということはお伝えしましたけども、このようにですね、非常に軽薄の仕様でもですね、剥離角度を浅くして、剥離速度を上げれば、測定できるということがお分かりになるかなと思います。で、こちらはですね、剥離過程の動的観察なんですけども、この姿勢にですね、透明機材をつけて、で、上にカメラを設置します。そしてですね、背面観察をしたい場合は、プリズムを介して A 方向からですね、で、側面観察をしたい場合は、真上から見ることによって、このようにですね、粘着剤の糸引きの状態が分かるということですね。はい、こちらはですね、剥離過程の動的観察の様子なんですけども、このようにですね、剥離ポイントが動くのと同時に、カメラも同期して動くことによって、糸引き状態が見れるということなんですね。はい、こちらはソフトウェアの画面なんですけども、右が、糸引きの状態を、見ている動画で、それに対してですね、その時のその剥離強度が、こちらのグラフでプロットされているということですね。はい、で、これがですね、観察の事例なんですけども、上はですね、架橋材を振らすことによってゲル分率を変えると糸引き状態がどのようになるかということを、こちらで観察したということですね。で、下はですね、同じく、粘着風剤ですね、タッキーファイヤーの量を増やすことによって糸引き状態がどういうふうに変わるのかということを観察したという事例になります。はい、VPA シリーズの特徴を、まとめますと、まず任意の、剥離角度における剥離試験が可能であるということですね。それと、高速剥離試験が可能。最大3万ミリパーミリスということで、おそらくですね、卓上での引っ張り試験機では、一番高速ではないかなと思います。あと、引っ張り速度イコール剥離速度が成り立つ装置ですので、もう何も考えないでですね、剥離角、引っ張り、剥離角度を変えて、剥離強度を比較することができるということですね。あと、カメラと観察位置の同期によって、剥離の動的観察が可能だということ。それと、経過重領域の剥離試験に向いているということで、ミリニュートンオーダーのですね、剥離試験ができるということですね。はい。ということで、以上をもちましてですね、当社のウェビナーを終了させていただきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。でですね、当社はですね、埼玉県の新座市に、事業所がありましてですね、こちらのショールームにですね、VPA シリーズ展示しておりますのでですね、ぜひですね、お気軽に、ご覧いただければなというふうに思います。では、本日はどうもありがとうございました。はい、塩村様ありがとうございます。